怪しい楽器店改め、こればっかり言ってるけどね、楽しい楽器店で、買ってきた弦に今日は張り替えます。土曜日です。土曜日はいつも、クロケンおじさんが勝手に歌うよというチャンネルをですね、やっていまして、そちらの方でせっかく買った弦ですね、これを新調しようということです。昨日はちょっとね、やっぱりこの、まあ、うちの場合はなんですけれども、曜日の感覚をつい失ってしまってですね、昨日金曜日、予約をしていた、歯医者、これ1個飛ばしました。それはどうでもいいのか。あ、これそう、ネットで見たですよ。これをここで一旦曲げとくといいよなんだそうですね。ここちょい曲げをして、はい、ジャン君、うろうろしてますね。そこまで出すよ。ちゃんと。うん。はい。はい。最近は便利だなと思うのは、弦の張り替えですらですね、YouTube を見るとこうするといいよというのが載っています。自己流でずっとやってたんですが、お、なるほどっていうのを昨日見つけましたので、実践しています。物がすぐなくなるのもうちの癖だ。
みんな廊下動画のことは YouTube には書いてなかったね。書いて、見せた。なぜだ？普段やってるよりは時間は早くは済みましたが、なんかちょっと慣れないせいかな。こういうことになっています。なんとかね。さ、そしてこれですね。これによってが切れた。長くやってると切れちゃうのかな。さあ、これで完了です。こんな感じですね。今動画用のカメラもキャン君の前で回しています。この今ねちょっと面白い絵になってたんだけど、耳だけが見える。かわいいかわいいね、キャン君。さあ、面白いの撮れてるかな。撮れてるといいね、キャン君。いっぱい遊んでね。
昭和33ですね。皆様ちゃんぽんならぬ、お昼はおうどんでした、パパさんママさん雨上がりそよ風が心地いいですということですね。なんかね、昨日はあ雪が降るのかなと思って7時ぐらいまでは、窓というか雨戸を閉めずに、待っていたんですが、さすがにちょっと寒くなっちゃってですね、雨戸を閉めちゃいました。なので、こちらの雪の情報はありません。ただテレビで朝見たところ、千葉の方は積雪あったようですね。まあ、雪国からすれば、全然かもしれませんが、手ですくうと、なんだかき氷を手の上にすくったような感じくらいはあったようですね。皆さんのとこはどうだったでしょうか。できましたか。ラグビー部で涙涙のお話などありましたが、そうではない、あのダラッとした感じ、あれ面白かったんですよね。そして加納さん、暑くなったがなったで辛いんだろうけどね、自律神経乱れてるから、そういうのがね、あの体に響くのはちょっと辛いですね。できる限りそのいろんなその機器を使ってですね、体の調子を整えるっていうのがやっぱりいいのかもしれないですね。そして里美さん、今朝観音様のところで、ご祈願済みの風豆をもらってきました。お庭様の豆ですね。あさって2月3日は、鬼行列なのかな、鬼行列かな、鬼行列のねと、豆まきをお友達と行ってこようと思います。いいですね。そうか、そういうのやるのかな。そういうのやるのね。神社とかに何か行けばね、うん、ちょっと調べてみようかな。そして桃江さん、パパさんがいつも窓辺にお花を飾っていて、そこにジャン君とパンちゃんがいて、いつも美しいと思って見ていました。親戚宅でたまたまお花を置いてある窓辺にツナがいて、それをスマホのカメラで撮ったらとても猫に映っていました。いいね、親バカ。いやいや、ニャンコみんな可愛いさ。花と猫は合いますよ。